よ、こんにちは、まゆまりかです。本日もアニメ語らさせていただきます。本日はですね、皆さんヒプマイご存知でしょうか？名前だけは聞いたことがあるという方いらっしゃるかな、いらっしゃらないかな。アニメが放送されるということで、アニヒプ、違うわ、ヒプアニヒプアニが放送されるということで、今もうねノリに乗ってるジャンル、ヒプノシスマイクについてお話ししていきたいと思います。イケメンキャラがラップバトルを繰り広げる男性声優×ラップバトル×二次元という新ジャンルのコンテンツでございます。キングレコードのイーブルラインが原作を手掛けてるんですけど、私立恵比寿中学の先輩にあたります桃色クローバー Z さんが所属されている、まあ、レコード会社ですね。まあ、あのイヤホンズさんとかもいらっしゃったりですとかして、結構二次元に強いイメージがあるんですけども、そのねレコード会社が原作、まあ、音楽が原作ということで CD を中心にコンテンツを発信して、でライブやグッズ展開などももう積極的に行っている超人気作品でございます。カレー飯とかの CM とかめちゃめちゃ有名ですよね。あと最近のタイアップだと多いお茶とかともタイアップしてたりしますね。 CM 業界からもアニメ業界からもラップ業界からも世間からもめちゃめちゃ注目されているヒプノシスマイク、2017年の9月にプロジェクトが発表されて、そこから約3年越しについに今回アニメ化するということで、いや今から流行りに乗っちゃおうっていう、そういう気持ちで今日はお話ししたいって思っています。なのでヒプマイちょっと興味あったけどよくわかんないんだよね、なんか難しそうだなって方に今日の動画はぜひ見ていただきたいなって思います。ヒプノシスマイクのすすめ、水彩なんでね、もう水がかかってべちょべちょになったんですけども、ちょっとヒプマイの世界観っぽくない、ちょっとぽくない、これ OK ってことにしました。どんなお話なのかざっくりと説明いたしますと、まあ、時は西暦 XXX 年という風に書かれているのでちょっと詳細がわからないですけど、多分未来ですね。第三次世界大戦により世界は人口の3分の1を失ってしまいます。で人類滅亡を危惧した権力者たちは武力ではなくディベートによる戦争回避を目指します。ですが愚かな男子たちは武器によるね争いを止めることはできなかった。そこから3年後、時は H 歴になります。 H 歴になって女性の 手により政権が動かされるようになります。それが多分アニメのヒプノシスマイクの多分世界観になるのかなと思っておりますが、女性が覇権を握る世界で、中央区と呼ばれるディビジョンがあるんですけど、は女性のみこう生活ができる、女性しか入れない場所で、男性は中央区以外のところに追いやられてしまうんですね。でそんな虐げられてしまった男性たちは銃などのこう殺すような武器ではなくってマイクを使って言葉で戦うことになります。でそれがもう領土の獲得を求めて戦います。その時に使うのがこちらヒプノシスマイク、まあこれ適当なマイクなんですけど、ヒプノシスマイクと呼ばれる人の交感神経、副交感神経に作用して様々な状態にする力を持つ、他のアニメでいうところのスティッキーみたいな感じのものをヒプノシスマイクとしてこのアニメでは使います。まあ、つまり戦闘行為がラップバトルってことなんですね。男性たちがラップバトルをして領土を獲得を目指すっていう、そんなお話です。ざっくりね、結構ね難しい言葉がたくさん出てきて、どういうことどういうことみたいな、私も正直ヒプノシスマイクハマったのが自粛期間中だったんですよ。超最近、超にわか、で今日は本当に昔からファンの方ごめんなさい、今このね熱くたぎる思いをみんなに伝えたいし、逆にこの難しいワードだけでこのアニメにハマらないなんて損しかないから、今日は分かりやすくちょっと私的にまとめてきたつもりなので見ていただければなと思います。でこのヒプノシスマイクでは中央区以外の場所が存在して、それの男性たちが存在する場所をディビジョンと呼びますね。区画があるんですよ。そこでその各ディビジョンごとの3人1組の MC グループがこうバトルをして領土獲得を目指すっていう感じなんですけど、このねディビジョンがちょっと難しい、こちらです。じゃん、わからんでしょう。
わからないでしょ。これだけ見ても全然わからんのよ。 CD の最初のファーストの時は 4組だったんですけど、最近追加されて2組追加されて3人1組なので、計18名、総勢18名、ロックビジョンで行っております。で、詳細を説明しますね。まず池袋ディビジョンがあって、そして横浜ディビジョン、渋谷ディビジョンで、新宿ディビジョンで、最近追加されたのが大阪ディビジョンと名古屋ディビジョン。今回のヒプアニでは2つはとりあえず登場されてないので一回消しちゃいます。ペローン。ここね、説明していきますね。あのヒプノシスマイクの魅力の一つが、もうキャラのね、顔がとってもいいんですよ。そんなイケメンたち関係萌えがあるんですね。で、区画ごといきます。池袋ディビジョンバスターブロスは3兄弟です。次男三男はお兄ちゃんのことが大好きです。燃えるでしょ、めちゃめちゃ燃えるでしょ。横浜ディビジョンはマットトリガークルーっていう、は、極道と警察と軍人がいます。極道と警察と軍人ってなったらさ、ちょっとさ、組み合わせ的にさ、警察がガンってなるんだけど、その警察もちょっと悪に染まった警察なんで、ここは一番大人向けなチームですね。渋谷ディビジョン、フリングポッセが女好きデザイナーと嘘つき調節家と、あとギャンブラーの組み合わせで、これまたちょっと闇深いというか、悪い男たちだなみたいな感じなんですけど、フリングポッセが一番、可愛いもの好きな女の子には刺さるんじゃないかなっていうぐらい、ポップな音楽性だったりとか、それぞれの個性が豊かですね。一番こうキャラが濃い気がします。新宿ディビジョン、摩天楼ですね、が医者と睡眠不足の、社畜さんと、あと女嫌いホストっていう組み合わせで、この社畜ちゃんとホストくんは幼馴染っていう関係性で、その社畜さんがホストをちょっとある相談があってどうにかしてあげたいっていうので、こう医者の元に行くみたいな、神のようなお医者様がいらっしゃって、基本は多分ヒプアニではここの4チームが活躍することになるでしょうと。関係性萌えでいくと、この4チームのリーダーたちそれぞれが昔一つのグループを組んでたんですよ。ダーティードッグっていう、胸アツじゃないですか。掘りたくなるよね。なんか萌えしかないのよ、たまらん、わかるとたまらんってなる。そんな関係性萌え、キャラ萌え、二次元コンテンツとしてのなんかおすすめポイントを挙げさせていただいたんですけども、続いては何度も言います、ラップバトルがメインとなるということは、つまりラップが多いんですよ。曲が素晴らしい、作家陣が非常に豪華なんですね。で、私ヒプノシスマイクにハマったのも、この自粛期間中にドツイタル本舗の大阪ドリーミンナイトを聞いて、もうもろにハマったんですけども、今 こちらには出してないこのね、このチームが歌ってる曲が、クリーピーナッツさんの提供の曲で、かっこいい、音楽的にめちゃめちゃかっこいいのに、そのキャラのセリフのライムでね、キャラの名前出してるんだみたいな、とにかくかっこよかった、衝撃的でしたね。で、他にもゼブラさんだったりとか、ゴールデンボンバーのキリン翔さんだったりとか、オリエンタルラジオの藤森慎吾さんだったり、もうとても有名な方々が書いております。エビ中的におってなる作家さんとしては、エビ中のスイーテスト多忙との曲を作ってくださった西寺豪太さん、作曲と編曲を務めている曲もありまして、それがこのバスターブロスに所属する山田一郎くんの曲で、ブレイクザウォールっていう曲、おしゃれ、かっこいいよ、もうぜひ聴いていただきたいなって。これはもうエビチューファミリーもぜひ必聴なんじゃないかなって思います。その山田一郎くんなんですけども、演じられているのが木村昴さんっていう男性声優の方なんですけど、ドラえもんのジャイアンを務められているということで、ジャイアンが歌うラップってどういうことみたいな、めちゃめちゃかっこいいんだよ。もうジャイアンの綺麗なラップ、もう全国の皆さんに聞いてほしい。今こう説明いたしましたが、
まだまだ魅力は伝わりにくいと思います。そんな方におすすめしたい曲があります。それが自己紹介ソングになるんですけども、ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルっていう曲があって、この曲を聴けば今私が説明したことすべて書いてあるというかすべてわかるので、とりあえず今の説明でわかりにくかったよって方はとりあえずこの曲聴いてくれ、お願いします、お願いします。ここまで聞いてくださった皆さんいかがですか？ヒプマイ興味持ってきました？アニメ見たいなって思ってもらえましたかね？ 300% 楽しみたい方へのおすすめポイント、こちらです。じゃーん、超絶展開ラップバトルの演出、新曲ください。これ願望ですけども、超絶展開からなんですけども、この動画がいいと思った方はグッドボタン、そうでない方もグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん一緒にヒップマイ盛り上げていきましょうね。まやまりかのアニメ 300% はニコ生で配信されます。ぜひそちらもご覧ください。バイバイ。よっ。